おはようございます。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 空港降りて、まあ、人数見て、まあ、そうでもないな、まあ、大丈夫かなって思ってたんですけど、最初に指輪とかネックレスは引きちぎられるんで外しといてくださいって言われてたんですけど、でいやさすがに大丈夫じゃないのって思ってちょっと舐めてたんですけど、一応ネックレスはこうシャツの中に入れたりして指輪とか多少外して行ったんですけど、まあ、そうしといてよかったなみたいな。日本に来るアーティストの人たちもちょっと余裕あるじゃないですか。はい。ね、日本にいらっしゃるヨン様とかこうニコニコ最初はちょっとニコってしたんですけど、その後はもうね、バーゲン会場にいる主婦のような状況になってましたね。もう足もういろんなとこからなんかいろんなものが足場にもあって転んじゃいけないと思ったんで、本当にね恐ろしかったですね。反撃なんてしてる余裕ない。誰か両手掴んでんだもんね。こうなって、こっちは多分味方のおじさんが引っ張ってて、こっちはファンの子が引っ張ってて、どっちに俺は行くんだと。でふとこのおじさんは本当に味方かなと。タイに比べたら余裕やと思ったら、どうでした？タイより怖かった。こっちの作戦ミスも感じますよね。その到着ロビー着いた瞬間は大丈夫で、200人ぐらいだって聞いてたんですね。200人だろって、メンバー4人だろって、1人50人だったらなんとかなるぜって言ってたら、そんなことなくて無力を感じましたよね。普段はくっつくとなんだよみたいな感じなんだけど、もういろんな状態になってましたけど、ラルク・アン・シエル多分結成してから一番団結力が高まった瞬間でもありましたね。車に乗ってからももうカーチェイスですね。タクシーとかで追っかけてきてましたね、うん、あんまりそういう部分では割と日本と変わらないなという感じでしたけどね。言えないよ。なんて書いてあるの？はい、ラルク・アン・シエル。シエル。言いながら手振っとけ。
番号で呼べようか。一号で。わかりづらいじゃん。何が一かなみたいな。よろしくお願いします。どっちか塩か、まあ、タレの塩のままつける人もいて、それはごま油が入ってるちょっとつけて、はい、はい、猫舌、猫舌です。あれ味が薄い、薄い、これつけて食ったら美味しそうですね。美味しそう。どうぞ食べて。はい。こんなに食えないの。いい感じ。美味しいです。美味しい。これだけだとやっぱちょっとなんか薄く感じるけど。何を言うの？出てくるから。会場こっち。おお。寒いな。冷房をかなりかけてる。湿気がすごかった。本当にやっぱり売り場自体、はい、うん、第一印象、丸いね、丸いすり鉢じゃない。サーカス小屋っぽい。でかい。上にあるとか。ソウルの中のこういう感じが一番美味しい。あ、まさかやっぱしここは。そうなんすか。屋根付きでは。屋根付きで。虹のエンディングってあの長いバージョンで。やる？ライバル。ダメパパロック。俺来た。ダメよ。ヒートスペ君よ。まあでもあれただパパロック買って。あああったね。なんだっけそれ。ピンクのギターソロ前で。え？ギターソロ前？だな。パスのパパロックダンドンダカドンダン。何を目的にやるの？最初はアウェイクツアーにバナナが挟む余地がないのかどうなのかなって言ってたから、うん、じゃあアジアはそこでやってたんだけど、みんな不安でしょし、でも一回やればさ今日はリハビリだから、まあ、できればないとは思うけど。これでこんなに練習するのは久しぶりですよね。だいぶ前には。